ウェザーニュースキャスターの眞家泉が25日火曜日の天気をお伝えします。西日本は日差しを有効にお使いください。火曜日は北海道、そして関東から九州北部にかけて日差しが届くところが多くなる見通しです。東北ではにわか雨や雷雨にご注意ください。前線に近い南西諸島も雷を伴って雨が降る可能性があるため要注意です。気温は西ほど高く30度前後、関東も再び気温が上がって夏日の予想です。この先週後半は西日本などで大雨が心配されます。備えは天気が穏やかなうちにお済ませください。以上、火曜日の全国の天気をお伝えしました。